夢ラジオ第177回、今日は平成29年1月31日火曜日です。時刻は朝の8時半、マーケット前場が開く前、横浜港北は晴れていて、富士も白い頂のぞかせています。冬の朝の富士、いつも綺麗ですね。東から太陽の光が斜めに差し込む港北。今から始まる一日、街が動き始めています。マーケット下がって始まりそうですね。今日は昨日ニューヨークダウ下げ2万ドルを割ってしまいました。2万ドルを超えたと大はしゃぎしていましたが、メディアでは下がるときはこんなもんですね。下がってしまいました。で、為替も円高113円台1ドルになっていますから、まあ下がりますね、今日の日経平均も。ただし、この夢ラジオ何度も言っていますが、為替はこのまま110円、そして100、一桁台にまで円高進む、これはないと私は見ています。ですから今日なんか113円台でニューヨークダウも下がって、日経平均もつれて安くなりますから、まあ買いを入れるべきかどうか悩むとこですね。あと下がると分かってんなら空売りじゃないか。昨日からかけたならその空売りは成功でしょうね。だけど1日単位で見た場合、空売りで儲けるのはなかなかです。ま、前も申しましたが、空売りはあくまでもヘッジ手段、それで儲けようというのはちょっとできないですよ。よっぽどうまくないと。さて、177回目の夢ラジオ、今日は J リート最前線、インビンシブ投資法人を取り上げます。カタカナのインビンシブルですが、英語の意味は不敗のとか無敵のとか、そんな意味。軍の用語でよく使いますよ、インビンシブルって。船の名前にもなってるんじゃないですか、戦艦か空母か、そういうのの。まあそういう勇ましい名前を、まあ、名前につけたリート、インビンシブル投資法人。スポンサーは外資系ですね。ただこの外資系のスポンサー、もうちょっと詳しく調べてはみます。今のところよくわからないんですね、外資系ですよということだけで。なんとなくスポンサーも謎で、そしてね、資産規模も4年ほどで771億円から2666億円まで、771億円から2666億円まで3.5倍ぐらいには増えてるんですね、4年で。だからこういう資産の増え方って普通するかななんて まあ新しいリートだからこれもできたのかもしれませんが、これもちょっと謎ですね。で、資産規模がその分増えてますから、771億円から2666億円だから、ちょうど4年前年間分配金が501円だったのか、去年のベースで2783円まで、これはもう5倍以上に増えてますね、分配金は。まあ、資産規模が3.5倍になり、分配金が5倍以上になり、まあ、これは理想ですね。これだったら、投資家も、公募増資して資産規模を増やしますっていうのも納得はするでしょう。
ホテルが 67.9%、住居が 26.7%。まあ、ホテル住居リートなんですよ。で、私は今年中のいずれかの時期にホテルリートがこう、なんていうか、ブームになると見ていますから、まあ、このインビンシブルは私も投資していますよ。今5万円台ですね。5.2とか3万円じゃないですか。5.2万円、5.3万円。安いですよ、今。で、年間分配金が2783円ですから、5%はありますね、利回りがね。うん。首都圏が62.2%、中部が9.2%、関西9.8%です。ホテルについてはマイステイズシリーズ、あるいはコンフォートシリーズ、まあ7000円か8000円、ちょっと高めで1万円ぐらいで泊まれるホテルを集めてますね。こういうホテルの需要はそれなりにこれから底堅いと私は見ます。というよりどんどんいるんじゃないかなみたいな。みんながみんな3万円や4万円の1泊ね、ホテルに泊まれるとは限りません。観光客とて同じです。ですからこういうとこ、レップパーでも8675円が平均だから、ああやはりと。稼働率もホテルの稼働率は90.7%。あ、いいですね、ホテルにしては90.7%の稼働率。で、もう一個、26.7%が住居分なんです。まあ、要するに4分の1住居、4分の3ホテル。まあその他もちょっとあるんですね、ここはね。だからホテルが4分の3にはなっていません。失礼しました。住居が4分の1、ホテルは67.9%、その他ちょっぴり駐車場とかやってるようですね、ここは。で、そのレジデンスについてお話しすると、レジデンスつまり住居は坪単価1万74円のものを扱ってるようですね。平均坪単価1万74円。ロイヤルパークシリーズという、そういうマンションシリーズ、ここは私もちょっとよくわかりませんね。ただまあ、リートで扱うマンションだから、そんなに悪くもなさそうと思ってはいます。で、そのホテルと、そして住居と、あと駐車場等々のその他合わせて、ポートフォリオを組まれていますが、そのポートフォリオの稼働率全体では98.5%、よっしゃと。ホテルも入れて98.5%の稼働率はすごいですよ。オフィスでもないのに。あと、レジデンスは出入り激しいわけですから、テナントのね。結局、あんまり情報がないし、このインビンシブル。で、リスナーの皆さんも、なんか、なんだろう、どんなリートなんだろうと思ってほったらかしてるんじゃないでしょうか。私は自分が投資してるってこともあって、まあ、調べてもいるんですが、だいたいこんな感じですね。で、投資してる理由もさっきも言いました、ホテルのブームがいずれ来そうだと思ってるからです。しかも住居の部分が安定しますから、ホテル、純粋なホテルリートよりは、その値動きのボラテリティが小さくなってもくれるでしょう。しかも、さっき言ったマイステイズとかコンフォートは、まあ、外から見てもあちこちにありますから、まあ、いいホテルかなと。その、すんごい、ね、高級なではないに、ないんですけど、東横インみたいに、いかにも安っぽくてちょっとみたいな、そんなんでもない。そういう、ホテルですね。去年の4月ぐらいには8万円ぐらいしてた投資口価格ですが、さっき言ったもう5万円ちょっとですね。3割ぐらい下落しています。もちろん今がお買い得。5万円を切ることはないと私は見ています。切っても一瞬でしょうね。ですから5.2万円とか5.3万円ぐらいの、現値は、まあ
動いてもいいかなと。私はすでにこれ持っていますから、まあ買い増しもちょっとという感じで値動きを見ています。177回目のイメラジオ、今回は J リート最前線インビンシブル投資法人を取り上げました。ご視聴ありがとうございました。アクティブな一日お過ごしください。今日は気温もそんなに寒くはなさそうですね。